先輩先輩。どうでした？以前ちょっとお話しした礼服を着る機会が近々ありまして、うん、こんな着こなし方で大丈夫ですか？バババババババッポイ。いろいろバッポイで。まずチーフ。弔意を表して黒いチーフをすることもあるけど、基本的には必要なし。次にスラックスの裾。服にダブルは NG だね。礼服もそうだけど、フォーマルウェアにはシングルが鉄則だよ。あとはこの綺麗なディンプル。いやディンプル作るの上手くなったね。いやじゃなくて、喪服ではディンプルを作るのは NG。 アクセサリーもそうだけど、装飾的な要素は基本的に NG だね。結婚指輪とシンプルな時計のみ OK。 ありがとうございます。冠婚葬祭の着こなしをマスターしてこそ一流の男だね。